4日にインフルエンザのため司会を務める TBS 系サンデーモーニングを初めて病欠した関口博史が11日同番組で復帰した。冒頭おはようございます。先週は大変失礼いたしましたと笑顔で挨拶。87年10月のスタート以来初めての病欠となったが、インフルエンザにやられてしまいまして、 B 型でございましたが、そんなにひどいことはなかったんですが、それでも3日ほど隔離されました。失礼いたしましたと事情を説明すると、そこからは普段通り番組をスタートさせた。